おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています。興味のある方は、チャンネル登録や、こちらのベルボタン、こちらの方もよろしくお願いします。さて今回はですね、こちらこのドローンについてのお話になります。まあ、ドローンについての、まあ、法律のお話というか、規制に関するお話になるんですけども、ご存知の方も多いとは思うんですけども、2022年の6月20日からですね、新しい規制になりまして、こちらは実はこう2019年の12月に買ったマビックミニなんですけども、機体が 199g ということで、ドローンの規制 の、まあ、その対象外の機種となっていて、かなり話題になったと思います。まあ、こちらに関してはですね、許可申請とかなくても、その土地の所有者の方の、許諾があればですね、飛ばすことができるような、割とこの、手軽に飛ばせるっていう感じのドローンというので、その当時は話題になった、ドローンなんですけども、これがですね、2022年の6月の20日以降はですね、こちらも、規制の対象になる、ドローンになってきます。今回の動画では、まずはですね、そのドローンの規制に関するお話と、機体登録というのも今度必要になってきまして、そちらのお話、あとは、そのドローンの操縦に関する、免許っていうところ、こちらに関しても、ちょっと簡単に触れていきたいなと思ってます。あと、その今回の動画に関してはですね、2022年の5月時点での情報となりますので、詳しい情報に関してはですね、下にリンクを貼っておきますけども、国交省のホームページなんかを参考にされるのが一番確実だと思います。ではまず最初にドローンの法律に関する話なんですけども、まず大きく一番変わった点っていうか、ここが変わったんですけども、航空法第9章の規制対象となる無人航空機っていうのは、今までは 200g 未満の重量、その機体本体とあとバッテリーを含んだ重量なんですけども、になってたんですけども、今年2022年の6月20日以降からはですね、その重量 100g 以上の機体っていうのがですね、無人航空機の扱いに変わりまして、飛行許可承認申請手続きを含む航空法の規制対象になりますということで、さっき言ったみたいに、こちらのマビックミニ、これ199g なんですけども、こちらも100g 以上ありますので、今回の6月20日からの、その航空法の、規制の対象内に入るということになってきます。これはですね、その私とかですね、このマビックミニとか、あとマビックミニ2、これも多分 199g だったと思うんですけども、この辺りの結構今まで手軽にその使えてた機体っていうのがですね、航空法の規制対象になってくるので、今までみたいにちょっと手軽には飛ばせなくなったっていうのが、あるので、このマビックミニを使っている人たちにとってはですね、かなり痛いちょっと変更になってるんじゃないかなと思います。そして次に、重要な、また変更点なんですけども、こちらはその無人航空機ドローンの登録っていうのが義務化されるっていうことですね。こちらも2021年の12月の20日からも受付を開始しまして、でその登録義務化っていうのも規制の変わるタイミング、2022年の6月20日から開始となってます。こちらの機体に関しては4月かなにもう登録を完了しまして、登録手続きっていうのも簡単といえば簡単なんですけど、ちょっと面倒くさいといえば面倒くさいっていう風な感じですね。機体の登録に関してはですね、無人航空機登録ポータルサイトっていうのがありまして、こちらからオンラインで申請できるようになってますので、そのサイトでですね、その手順に従っていけばですね、結構簡単にできるんですけども、私はそのマイナンバーカードを持っているので、そのマイナンバーカードを使って手続きを行いました。マイナンバーカードを使って申請したというふうに
言ってたんですけども、まあ、その時に、まあ、マイナンバーカードを読み取るためにですね、スマートフォンを使うんですけども、あらかじめスマホにですね、マイナポータルというアプリを入れておかないとできませんので、まあ、そちらのアプリを入れて、でそれでマイナンバーカードを読み取るというふうな作業が必要になってきます。登録のその流れっていうのは、そのサイトでまず申請、例えば住所とか所有者とか、あと機体ナンバーとかですね、シリアルナンバーみたいなのを登録して、まあお金がかかるんですけども、まあ納付をしまして、そうすると登録記号が発行されますということになってます。2022年の6月19日までに登録をしないとですね、リモート ID 機器っていうのを、まあ、そのなんか判別する機械らしいんですけども、それをまあつけないといけなくなるということなので、まだの方はですね、ぜひ本当に今のうちに、機体登録をすることをお勧めします。登録しておくと2025年の6月19日まで、有効になりますので、まあ、これからあと3年はですね、まあ、このまま使うことができますので、本当に今のうちに登録することをお勧めします。ちなみにその登録にかかる費用なんですけれども、マイナンバーカードを使った、まあ、オンライン申請に関しては、まあ、1期目ですねに関しては900円となっていて、まあ、マイナンバーカードを使わずに、まあ、運転免許証とかパスポートとかを使ったオンライン申請になると1450円、あとまあその紙媒体による申請ですね、まあ、申請書をまあ取り寄せるか、そのプリントするかして、でそれで例えば送ってというふうな感じで申請する場合は2400円かかるということです。なので一番安いのはマイナンバーカードを使ってのオンライン申請が、まあ、1期目だと900円、で2期目以上は、まあ、同時申請の場合は1期あたり890円でできるということになっています。そしてあと3つ目なんですけども、これはまあその6月20日からではないんですけども、2022年の12月からの予定となっているんですけれども、まあ、ドローンの操縦に関しての免許が必要になってくるというふうな予定がされています。まあ、これは、今現在ドローンスクールとか結構いろいろあると思うんですけども、まあ、そこで発行される、まあ、ドローンの資格っていうのは、まあ、あくまでもその、まあ、免許ではなくて、各そのドローンスクールのまあ、あくまでも資格になってきますので、まあ、それがないとドローンが飛ばせないっていうわけじゃなくて、で実際私もそういうドローンスクールに行って資格を取ってるわけじゃないので、まあ、でもそれでも、ドローンは飛ばすことが、まあ、日本ではできますので、まあ、特にそのドローンのスクールに通って、資格が絶対必要というわけではないんですけども、まあ、今年の12月以降からは、その免許っていうのがどうも必要になってくるようになる、まあ、そういった予定になっています。まあ、ただドローンスクールでの資格ですね、まあ、これに関しては、まあ、なるべく、そのドローンスクールの資格がある程度有利になるような仕組みというのもされているみたいなんですけども、まだですね、その全然 100% 決まっているわけじゃないので、まあ、ここに関してもこれからその国交省のホームページとかそういったところで多分、まあ、詳しくアナウンスをされてくると思いますので、まあ、そちらのサイトの方ですね、見ておくことが大切になってくるかなと思います。まあ、ちなみにこのマビックミニなんですけども、まあ、外ではダメなんですけども部屋の中とかでは全然大丈夫ですので、使う内容としては例えばブライダルの撮影とかで使うことが結構あって、例えばまあ、その敷地内にはなるんですけども、その中で新郎新婦さんを撮ったりとか、あとはその会場の中とかでも本番中じゃないんですけども、まあ前撮りみたいな時に撮影をまあしたりしてたんですけれども、まあ今後ちょっと一旦外の撮影に関してはちょっとまあ一旦置いといて、まあ室内では飛行させる分にはですね大丈夫ですので、とりあえずしばらく包括申請とかそういったのが、まあ、ちゃんとできるまではですね、まあ、室内での飛行にしておこうかなと思ってます。ということで、今回は2022年の6月20日からですね、まあ、大きく、規制が変わりますので、まあ、ちょっと急遽そのあたりを、まあ、簡単にですねポイントだけまとめてお伝えをしました。
まあ、もう一回、まとめますと、2022年の6月20日からはですね、航空法が、まあ、改正されまして、100グラム以上の機体に関しては、航空法の対象となるということですね。そしてあと2点目に関しては、こちらも同じく2022年の6月の20日から、こちらに関しては機体の登録が義務化となりますと、ということで、まあ、今現在も、申請を受付中となっていますので、まだの方はですね、ぜひ、もうすぐ今のうちに行っていた方がいいかなと思います。そしてあと最後に、まあ、今年のおそらくで予定なんですけども、2022年の12月頃から、ドローンの操縦に関する、まあ、免許制度というのが、多分始まるかなという情報がありますと、以上、まあ、その3点に関して、今回はお伝えをしました。ドローンに関してはですね、もう本当に今かなり優秀な機種がもうたくさん出てますので、まあ、その飛行してて、まあ、障害物を自動的にこう回避してくれるような機能だったりとかですね、映像の画質も良くなってですね、まあ、本当に、結構たくさんの方がドローンを持ってる、状態になってますので、ぜひですね、まあ、ルールを守って、ドローンを、まあ、活用するっていうのが、まあ、今後も大切なポイントになるかなと思います。最初の方でも言いましたけれども、まあ、ドローンに関する、そういった法律だったりとか、そこに関してはルールに関してはですね、ぜひちゃんとあの国交省のホームページがありますので、そちらを見ていただくのがまあ一番確実だと思いますので、ぜひですね、まあ、ご自身でそちらの方を確認していただければなと思います。また今後ですね、またその規制が変わったとか、まあ法律が変わったとかですね、そういったことがあれば、マランズチャンネルの方でもですね、少し取り上げていこうかなと思いますので、ぜひですね、またその時はご覧いただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。